ではこの時間は今日の金先物情報をお伝えします。朝10時に大阪取引所が発表した金先物指数です。12,308円、前日比でプラス43円となっています。ではここで日産証券新横浜支店長中島啓司さんに電話でお話を伺います。中島さん、おはようございます。おはようございます。今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日の金市況はどうなっているでしょうか。はい、本日、大阪取引所の金先物価格は、中心元月の6月切りで10時現在 1g 12,308円の43円高で推移しています。先週末のアメリカの雇用統計を受け、日経平均同様にですね、今週の月曜日に最高値12,389円をつけた金価格ですが、続伸とはならず、その後もみ合いとなっています。ただ、日本市場の場合は、為替の円安もあり、下値を切り上げながらですね、上昇している状況です。はい。はい。で、一方、昨晩のニューヨーク金は、中心元月の8月切りで、前日比 4.4 ドル高の1トロイオンス当たり 2367.9 ドルで、取引を終了しています。今週の11日に、6月のアメリカ消費者物価指数の発表を控え、持ち高調整の中、一時2356ドルまで下落する場面もありましたが、安値では買い戻され、地合いを引き締めた状況です。またパウエル FRB 議長の議会証言があり、インフレ率は FRB が目標とする 2% を依然として上回っているとの認識を示しながらも、ここ数ヶ月は改善しているとして、一段と良好なデータが増えれば、利下げの根拠が強まると述べ、インフレだけがリスクではないと、経済の下支えにも配慮する姿勢を示唆し、9月の FOMC 会合に向けた地ならし的な発言を行いましたが、金のマーケットはさほど動かなかった状況です。はい。で、ニューヨークの金は、ここ数ヶ月、2400ドルを維持できずに、2300ドルから2400ドルの間で、値動きしていますが、2400ドルを超えられるかどうかが焦点と思われます。以上となります。わかりました。いや、はい、中島さん、今日もどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。日産証券新横浜支店長中島啓司さんに伺いました。では全体の数を確認します。日経平均株価93円69銭高、41,673円、変わって41,677円13銭、現在高水準の値動きです。今上げ幅三桁100円幅になりました。100円50銭高41,680円67銭です。そして東証株価指数トピックスは 10.25 ポイント高 2905.97、 先物80円高41,700円となっています。